はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。今回は、一つの具体的な商品から抽象化していく商品リサーチ方法についてお伝えします。というのも、切査のリサーチ表をよく拝見していて感じるんですが、一つ商品が決まったら、その商品に妙にこだわりを持つ人って多いんですね。これは何を表してるかっていうと、一度自分のコンフォートゾーンに入れるというか、これ、俺の商品これ、私の商品これ、自分が見つけた商品っていう風に、自分の中に に囲い込んでしまった商品に関してはかなり主観的な発想でこれ絶対売れるやつだみたいな感じで思い込んでしまってがんとしてその商品を手放そうとしない、まあ、別に手放す必要はない場合もあるんですけど少なくとも客観的に見る必要があるんですね。 で、結果的に一個の商品見つけたら、その商品ばっかりにずっとこだわり続けて、なんか無理やりにでも出そうとするっていう傾向があって、それはいかんなって思います。具体的な一個の商品っていうのから逆に抽象化していくことによって、カテゴリーっていうのも他のカテゴリーに飛んでいくことだってできるし、もっともっと商品リサーチの幅を広げることができる。今この瞬間までにリサーチされた商品一つ一つっていうのを今度は視点にして、 起点ににしてててて商商品品リサーチっっっいいいううののはけけば上数倍商品っていうのがさらに見つけることででできるんすすよっていう話ですこの商品いいなって思ったとします。でも、この商品調べていったら、例えばこれレビューが777件ついていて、バリエーションも思いっきりありますよね。サイズとカラーで掛け算していったらとんでもないバリエーションの数なんですが、まあ要するにこの商品っていうのがこの金額では売れないだろうと、こんだけレビューがついてる人がこの金額で売っていて初めて売れているわけですから、 例えば出すとしたら12.99ドルだとか10.99ドルとかで出すとそうなった時に原価を考えてリザヤ取れづらいなっていうふうに思ったとしますでここで一度調べた方ってこの商品にこだわり続けるんですよねでそれはちょっと良くないのでじゃあどうすればいいかって私がやっていることをそのままお伝えしますこの商品ページの商品にめっちゃこだわってるっていうのをまず視覚的な情報ではなくて 文字ベースでちゃんと分析する必要があるんですねって言っても全然難しいことじゃないんですよこの商品あいいなって思ったその理由っていうのはどのワードなのかっていうことなんですね 例えば、ベルベットっていうワードがすごい気になってるのか、どこで気になってるのか、どこがピンと来たのかっていうのをちゃんと自分の中で考えなきゃいけないです。で、そこをはっきりさせないと、なんとなく可愛いとか、なんとなくかっこいいっていう理由しかなくなっちゃうので、やっぱりそこはしっかり明文化するんですね。で、明文化するって言ってもタイトル見ていってどのキーワードが一番気になるってだけの話なので、結構簡単にできると思います。例えば今回の場合、このベルベットっていうワードがすごく気に、 なったとするじゃないですか。で、はじめは、ピローカバーでベルベットみたいな感じで調べてみるわけですよね。9000件の商品に幅を広げたってことですよね。これだけでも、ま、すごく大切なことなんですけど、こっからさらに抽象化するっていうのを惜しまない、ビビらないでやるっていうのが大切なんですよ。今回、ベルベットがどうしても気になったと、なんかこのベルベットっていう記事がめっちゃ気になったっていうのであれば、もうベルベットワンワードで調べてみる。 で、ワンワードで調べると、10万件以上の検索結果が出てきます。とんでもな話なんですよね。でも、こっからは、客観的なデータに基づいて絞っていけばいいだけなんですよ。客観的なデータっていうのは、サジェストを使うわけですね。ベルベットというキーワードを入力して調べたお客さんの多くが、こういったセカンドキーワード、二つ目のキーワード、もしくは三つ目のキーワードで調べていると。この中から気になったものをチェックしていくっていう感じなんですよね。で、ここで実際調べて、ピロー、 カバーとか書いてあればクリックすりゃいいんですけど、残念ながら今のところはありませんでした。で、この中で見てみると、まあ、ベルベットカーテンだとかヘッドバンドだとか、いろんなものがありますけど、まあ、例えばベルベットリングボックスっていうのをクリックしてみます。これ、ベルベットの記事で作られた宝石の入れ物なんですよね。で、宝石の入れ物って、普通、例えば簡易 OEM とかでアクセサリーを出す人が、その付属品として、こういったケースをアリババの別の業者から買い付けて、 セット販売すするってパターンは多いと思うんですけどこちらの検索結果をそのままサジェストに従ってベルベットにリングボックスをくっつけたこの3つのキーワードの検索結果を見てみると7000件レビューがあるしボックスだけでも売ってるってことがあるわけですね。 ねこれを見てみると、え、箱だけでも売れるんだっていうことがまず大きな驚きになるわけです。で、ここからもうちょっとサジェストで絞るかどうかを検討していきたいと思うんですが、まだサジェストたくさんありますよね。たくさん出てきます。たくさん出てるってことは、この検索結果で商品を探す人よりも、この先まで行く人の方が多いっていうことがわかるんですよ。例えば、 まあ、ウェディングのベルベットのリングボックスみたいな感じで絞っていくと一気に2000件になるわけですね。で、ウェディングものですから色味とかは結構、あの、決まってくるんですけれども、ウェディングならではのダブルでリングを入れられる。男性用と女性用でセットで一つのまあ、結婚指輪ということでね、ついということで入れるようなボックスだって売っているわけですし、あと物によっては結構、 こう、すごい、うん、彫刻を施してるのか、そういう風に切り抜いてるのか、アルミの削り出しだかなんだかわからないですけれども、こういった商品も出てきてるわけです。これがもう完全に客観的に調べた結果です。で、ここからどういうものが売れてんのかな、結婚式だからピンクのものは売れてるけれども、それ以外になんか独特な青色的なものだとか、あとは黒いものだとか、白いものだとか、紙のものも出てますけど、あとは特殊な形状のものっていうのも結構出てますよね。で、そういう傾向を探っていくことに、 によってもうこんだけ絞れてるわけですからベルベットのリングボックスのウェディングのものであとサジェスト見てみるともうこの後はそこまでサジェストがドカって出てこないんでここら辺でがいい塩梅なんですよここら辺の検索結果から調べていけば 何かしらの買い付ける商品っていうのが、まあ、1個ないし2個、もしくは3個ぐらいは買い付けてもいいんじゃないのかなって思います。自分がパッと見感じることっていうのは、目につくものの方が視覚的にお客さんにクリックしてもらいやすいんだろうなっていう感じはするんで、見てみると、これ LED ライトが付いてるのがありますよね。で、これ上位表示されていて75件あると。で、他の商品見てみると、LED ライトが付いてるのって、まあ、いくつか上位表示されてるこっちも上位表示されてるでもそこまで数ないじゃないですか。1ページ目でもだいたい4 つぐらいいかなっていう感じで、ここでスポンサープロダクトかけて10.99ドルで売ってるのはあるんですけど、LED ライトがついてるっていうことは、まあ、中に電池か何かが入っているわけですね。ボタン電池。で、ボタン電池っていうのは、でも輸送するときにボタン電池が内蔵していると、税関で止められる可能性があるだとか、そういった部分っていうのも考えていく必要はあるものの、商品自体としては面白いってことです。 だから、今回の話まとめます。今回は一つの商品にこだわり始めたら、その商品をいつまで経っても死守するというか、いつまで経ってもその商品を売るという前提を譲らない人って結構多くって、それが商品リサーチを行って、どんどんいろんなカテゴリーのいろんな商品を見つける。 ににかななりの障壁になっていいることが多いんですねその商品の中でじゃあどのワードが一番気になるのかだけに着目してそこから先っていうのはサジェストを使ったお客さんが調べる傾向に従ってどん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 キーワードを増やしていくとでいい塩梅のところまでキーワードを増やせたらその中でチェックしていくこの中から上位表示されている商品の傾向を探ってその商品を出していけばいいわけですよね で、ウェディングの指輪の場合っていうのは別に2個セットとか10個セットってい、い、いらないじゃんって思う方もいるかもしれないですけど、確かに個人の方は、まあ男性と女性でカップルですから、別に3個も4個もいらないんですけど、別に業者だって買うわけですから、アマゾンで。っていうことを考えると、例えばこういう紙の安価なものを、例えば10個セットで売ったら、まあ単純計算だと8.99の10倍だから89.9ドルになるわけですよね。でも、10個セットだからもっと安く売るだとか、そういう考え方だってできるわけです。 だから、この検索結果に基づいて客観的なデータに基づいて出てきた商品の中から改めて考えてみる。で、その時は自分の好みだとか主観っていうものを交えて自分がどういう商品だったらお客さん喜ぶのかなってそのお客さんの喜ぶかを前提でご自身の主観、好み、そういったものっていうのも入れていって初めていいと思います。たまたま一つ見つけた商品っていうのはそれが終点じゃなくってそこを視点にして商品リサーチするとかなり幅が広がるんじゃないか かなと,というわけで今回は一つの具体的な商品から抽象化していく商品リサーチ方法についてお伝えしました。カテゴリーが偏っちゃう方、例えばアパレルばっか調べちゃってるだとか、商品リサーチ表を見てみたらバックばっか調べてるだとか、そういう方はバックっていうキーワードすら取っちゃって、一番気になるキーワードだけで調べてみる。 っていう形で進めていくと面白いと思うんですね。で、今度はこのウェディングっていうのが気になったら、ウェディング、デコレーションズ、で、こんな感じでまだ9万件もありますから、で、フラワーズ、また4万件もある、こっからどん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 絞っていく。そしたら一気にここまで来たら535件に絞れましたね。抽象化するのと具体化するのっていうのを、行ったり来たり行ったり来たりしてるんです。ただ、一つの場所行ったり来たりして、抽象化、具体化、抽象化、具体化じゃなくって、 別の方向に抽象化していって、また別の方向に具体化していくっていうのを繰り返すことによって、触手のようにね、気持ち悪い言い方しちゃいましたけど、触手のように商品リサーチってカテゴリーを超えて行うことができるんですよ。このやり方本当に大切なので、ぜひ覚えてください。というわけで最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。